やばいぜ、もう一個の爆弾も、もう時間がねえ。くそ、2種類の金属を合わせれば電流が起きることまでは分かっているんだ。でもなんでこんなに電流が弱いんだ。これじゃ爆弾は止まらねえぞ。絶対何か方法があるはずなんだ。電流が流れた2つの実験を思い出せ。下の実験もカエルの実験も金属の間に何か物を挟んでたわけだよね。それだ、間に挟むものが足りないんだ。でも何を挟めばいいの。自分の舌を挟むのは危ねえよな。舌、おい牛タンだ、牛タンを探せ。お客様の中にお肉屋の方はいらっしゃいませんか。お客様の中にお肉屋の方はいらっしゃいませんか。お客様の中にお肉屋の方はいらっしゃいませんか。ダメだった。つうか仮に肉屋がいても今牛タンは持ってねえよな。しょうがねえ、俺の秘蔵のスモーク牛タンを出すか。あったんなら最初から出せよ。バカ、お前これ高いんだぞ。バカはお前だ、おつまみケチって死ぬ気か。いや死なん、これでどうだ。ダメだ、何も起きないよ。弱い電流すら流れてない。だったらカエルだろ。おいカエルを探すんだ。お客様の中にカエルの方はいらっしゃいませんか。お客様の中にカエルの方はいらっしゃいませんか。お客様の中にカエルの方はいらっしゃいませんか。ダメだった。なんだよお前カエルの方っていねえよ。仕方ねえ、俺の秘蔵のスモークカエルを出すか。何持ってんだお前、食べんのそれ。いや食べん、これでどうだ。これもダメか。前の実験と一体どこが違うんだろう。カエルの実験は解剖したてのカエルを使った。舌の実験は自分たちの舌で。そうか。ああ、こいつらはカラカラに構えちまってるからダメなんだ。カラカラのペランペランだからダメなんだな、お前の人生のように。どさくさに紛れてなんかひどいこと言ってねえか。いいからこいつを湿らせるんだ。でも水は全部消化に使っちゃってるし。これはサンキュー、お前無口だけど気持ちは伝わったぜ。ああ、別にあんたたちのために用意したんじゃないんだからね、みたいな感じな。うっせ、さっさとやれ。さあ、これでダメならもう手はねえ。こいつでどうだ。爆弾の時計が止まった。やったなボルタ、おめでとう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 。ありがとうありがとう、やったんや、ワイはやったんやで、日本一や。わーっしょい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 。電流が起きた2つの実験、カエルの実験と舌の実験はどちらも2種類の金属で何かを挟んでるよね。これに気づいたボルタは金属板にいろんなものを挟んで電流がより多く流れるものを探しました。その結果、塩水で濡らした紙や布を挟むとたくさん電流が起きるってことを見つけたんだ。そしていよいよ次回、ボルタの大発明が世界を変えるよ。絶対見てね。